なぜ私がこの香りを嗅ぐとやる気が出るか、ちょっとお話しさせてください。そしてその香り嗅いでいると皆さん脳がものすごく活性化されます。私はエチオピアに行く、アフリカに行くという夢しかなかったです、2歳の時から。そしてアフリカに行く時に父がものすごく反対したんです。私、兄と私で2人兄弟だったんですけど、女の子私だけだったので、父がものすごく反対したんです。心配してくれたんですね。でも私はもうこんなお手間な性格ですから、行くって言って行ったんです。でも出国する1ヶ月前に父が仕事場で急に倒れて亡くなりました。すぐ帰ったんですけど、もう間に合いませんでした。最後の会話はできませんでした。そして初七日を終えて母に、お母さん、やっぱり私エチオピア行くのやめようかな、だって親不孝よね、お母さん一人になっちゃうし、お父さんいないし、お父さんだって私行ってほしくなかったって、あんだけ言ったのに、私親不孝だよね、行ったらね、夢叶えるとかそんな問題じゃないよねっていうことを知ったんです。母は昔の人で、夢はあったけど女が夢を叶える時代じゃなかった、だからあなたは夢を叶えなさい、お母さん大丈夫だからっていうことを言ってくれたんですね。母は無理してるってよく分かりました。一人暮らしなんかしたことない人です。私は骨になったお父さん、お仏壇にあるお骨に手を合わせてお父さんに聞きました。お父さん、親不孝ですよね、私アフリカに行ったら母を一人残して、あんなに嫌だったダメですよね、私やっぱりここ残ります。お骨に向かって手を合わしました。そしたらもうここから本当に妄想の話なんですけど、父の声が聞こえた気がしたんですね。行ってらっしゃい、あなたの仕事は母のそばにいることじゃないよ、アフリカにあなたが待ってる人がいるから行ってらっしゃい、お母さんのそばにはお父さんがいるから大丈夫だから、そう聞こえたんですね。もうすぐ荷物を持って私出国しました。母を見たら立ち止まりそうだったから、お母さん行かせてください、夢を叶えさせてください、行ってきました。そして行ったエチオピアのことをご存知でしょうか。アフリカで唯一独立国を守った国です。ものすごく男尊女卑が残っている。そして外国人を見ると侵略しに来たのかと石を投げてくるんです。私はずっと石を投げられてました。そして教育支援ですから、現地の高校の教育、先生を教えるという立場で行かせていただきました。行った先で最初に校長先生に言われた言葉が、自分たちは技術はあるんだ、何も20代の国、ちょっと男尊女卑のある国ですから、20代の日本人女から何も教えてもらうことはない、あなた日本人だからお金あるでしょう、日本からお金を調達してください、自分たちは技術あります、頭もあります、ただないのは物質だけなんです、お金をもらえれば自分たちはできる、そんな風に言われました。道を歩けば石を投げられる、私が生きてる意味って何ですか。私は問いました。でも答えてくれる人はいませんでした。本当だったら帰りたかった、体も飲みダニだらけ、こんな体じゃお嫁に行けないなっていうふうに思いました。でも帰れなかったんです。母が踏ん張ってくれたから、踏ん張って私を出してくれたから、お母さんごめんなさい、辛いから帰りましたなんて言えなかったんです。私は校長先生にお願いしました。一度でいいです、一度でいいからプレゼンさせてください、授業をさせてください、それを見てから一緒に仕事するかどうか考えてください、一度でいいから授業をさせてください。校長先生も、まあしょうがない、お金もらえるだろうし、なんか一回でもやったら授業っていう感じで言ってくれました。私はそれからエチオピア語の辞書を 2,3 冊ブワーって読んで覚えて、で1時間分の授業をエチオピア語で作りました。お手伝いさんつけてましたから、1文ずつお手伝いさんに、この私の言ってる発音分かる、全部チェックしてもらって1時間分の講義を作りました。そして1回ほど授業させてもらいました。エチオピア人の前でテナストレンデナネデナイグザレマスガイダネナエンマリーケモトナリ、私はこんな風にエチオピア語でガーッと授業したんですね。そしたら石を投げてたその手でブラボーって手を叩いてくれたんです。お前すごいな、エチオピア語勉強したの。
私はあなたたちの喋ってるその言葉で一緒に喋って仕事させていただきたいんです。そういうことを言いながら授業させていただきました。でもある生徒が、ある、まあ、先生方が手を挙げて、手を挙げんねん、質問、アンチイングルゼニアって知り合いし、あなた英語できますか。まあ、試されたんです私英語喋るぐらいの能力はあるのあなたに。 OK、 I'll read the English now。 そこから英語でブワーッと授業しました。もう全然用意してなかったんですよ。どうしようって思いましたけど、やるしかない、覚悟見せるしかない、本気ですっていうところを見せるしかないと思って私は授業させていただきました。またその石を投げてたその手でブラボーって手を叩いてくれました。そうやって私は仕事を掴んだんです、エチオピアに行って。わかりますか、出てきた現象が、なんだお金くれってそれだけ、もちろんいじけましたよ、いじけたけどチャンスと思って掴んだわけです。そして一生懸命やらせてもらったんです。これが夢を叶えるマインドかな、そんな風に思います。